カービングをしているときにドラグするようになったら上手くなった証拠です。ドラグ対策をしてさらに上を目指して練習しましょう。こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。今回はカービング練習してたらなんかわけわかんないけどエッジ抜けちゃったよっていう人のためにですね、改善方法をお伝えしていきたいなと思いますので、ぜひね参考にしてもらいたいなと思います。はい、こういうことないですか？見ててくださいね。はい、カービングターンをしようかなと思っていたんだけども、ターンをしていたらこういう感じのスコーンと抜けちゃうやつ、これなんでみたいなね、たまにありますよね。特に雪面がちょっと硬い時とかに起こりやすい現象です。はい、これ何かというとドラグっていう現象になります。ドラグっていうのは何かというと、はい、このかかとの部分もしくはつま先の部分が雪面に触れてしまって、この雪面に本来食い込まなくちゃいけない板のエッジという部分が、はい、浮いてしまった状態、これがドラグと言います。はい、こうしてしまうと残念ながら、はい、雪面にもう板ね、はい、ついてない状態なのでズルズルズルっと滑っていってしまうんですよね。はい、なのでこのカービングを練習していてドラグが発生したということは、あなたは上手くなった証拠です。はい、しかしながらそこで、道具の限界が来てしまいます。これはですね、残念ながらドラグを軽減するためにはいくつかね方法あるんですけど、それをしないといくら頑張っても今の状態だとドラグするのがね当たり前になってしまうんですよね。まあ、それ以上攻めたカービンをね、練習することができないね、上達することができないっていう状況になりますので、ぜひ気をつけてもらいたいなと思います。このドラグを軽減するには具体的には4つ方法があります。まず1つ目は一番分かりやすいのが板を買い替えて太い板にするっていう方法ですね。はい、太い板にすれば足のはめてる部分が少なくなりますのでドラグを軽減することができます。しかしながら板買い替えると結構予算必要になりますよね。そして2つ目、これが結構一番現実的かなと思います。それは何かというとバインディングブーツを底上げするっていう方法ですね。板とバインディングの下にプレートっていうものを入れて底上げをするんですよね。具体的な商品としてはドラグだけっていうのが一番有名です。これね1万円切るくらいで買えるんですけども、8800円くらいかな確か、はい、で買えるんですけども、それを入れるだけで1センチ1ミリ底上げすることができるんですね。そうすることによってこの板とブーツ、この出っ張ってる部分の距離を離して角度をね、浅くする、そしてドラグを軽減するっていうね方法があります。まあ、これだと結構ね、予算的にも、買いやすいんじゃないかなと思います。そして3つ目の方法はスタンスの角度を変えるっていう方法ですね。板の中に収めるぐらいの角度にグッと振っちゃうっていう方法です。しかしながらこれは前振りで思いっきり滑りたいよって思っているんであればありなんですけども、まあ、スイッチで滑りづらくなったりだとか、そもそも滑り方っていうのがねガラッと変わってしまいますので、まあ極端な前振りをしたいと思っている人以外はあまり試さない方がいいかなと思います。そして4つ目、あとはこれ技術です。はい、技術的にドラグさせない方法っていうのもありますので、それを今回はねお伝えしていきたいなと思います。ではまず道具を変えずに改善する方法をお伝えします。それは何かというとちっちゃくなるっていうことですね。はい、ドラグは板をこう縦に行く動作で発生します。はい、板を立てることによってかかと側もしくはつま先側が雪面に触れてしまって板が浮くっていう現象なんですね。まあ、それはその現象は膝見てもらえば、膝が伸びると、はい、このように板が立つんだけどもドラグしてしまうっていう現象が起きます。なので、あ、ここまでちょっと膝伸ばして板縦に行ったらドラグしちゃうんだなっていうのが分かったら、その限界、あ、ここまでこれ以上膝伸ばしちゃいけないんだなっていう場所を自分で把握しておきましょう。把握した上で、はい、こうやって滑ったね。そうすると、はい、ここまではエッジが噛んでいる状態をキープできるなーっていうのができ、把握できると、ドラグをね軽減することができると思いますので、ぜひねやってもらいたいなと思います。はい、ではねドラグしないように滑っていきたいと思います。見ててください。はい、ちっちゃくなります。ちっちゃくなる、ちっちゃいターン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 、
この状態、あードラッグストアチー本格的なドラッグですはい、今限界超えましたね。はい、まあ、結構今あのギリギリのところを攻めてたんですよね。なのでこの最後思いっきり抜けましたよね。じゃ あそこどれだけいけるかなっていうところまで今攻めてたんです。その手前ね、それまでの手前までのターンで抜けなかったですね。だあそこまで、あそこまでは攻めれるけど、あれ以上攻めたらもう抜けちゃうよっていうところねが出てくるので、このギリギリのね限界値っていうところをね探ってあげましょう。でそれが把握できれば、まあ、ドラッグの一歩手前でね、ターンを楽しむことができるので、ぜひですねやってもらいたいなと思います。はい、さっきからかかと側ばっかり抜けているので、今度はつま先側もちょっとねドラッグお見せしたいと思います。見ててください。はい、つま先側の次はドラッグです。これぐらいまでは大丈夫なんですけど、いきますよ。おっ、エッジ噛んだ。あっ、またヒールチーン。もう一回つま先側いきます。見せてください。これですね。おっと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 、はい、抜けましたね。はい、今のようにつま先側もね、あの伸びていきましたよね。うん、こうパンピングしてグワッと伸びていって板を立てに行くっていう動作をしちゃうと、まあ、つま先側がね雪面に当たってしまって抜けるっていうね、ドラッグしちゃうっていう動作がねことが起きてしまいますので、まあ、このあたりもしっかり踏んでいきたいなと思った時はやっぱり板変えていくなどのね対策が必要になってきます。という形で今度は板乗り換えてきました。 FNTC の、ね、DCC というねワイドボードに乗り換えました。はい、ワイドボードになる太くなると、おのずと足のはみ出すね部分が少なくなりますので、ドラッグが軽減されます。さらにバインディングと板の間にドラッグだけっていうプレートを入れてます。板ですね。はい、それを入れることによってバインディングが、ね、1センチ1ミリ上に、ね、底上げされるんですね。底上げされると何が起こるかっていうと、はい、出っ張ってる部分が近ければ角度ね、こういう風になりますよね。でそこが遠くなっていくと、おのずと角度が緩くなっていく、ね、要するにそれだけ板を立てることができるよっていう、ドラッグを軽減するために開発されたプレートを入れています。はい、そうすることによって見てください、先ほどよりもグググっと立てると、まだいけるか、まだいけるか、この辺まで立てれるようになりました。結構立ってますよね。まあ、これだけ立てることができれば、攻めたカービングも可能になってきますので、ぜひですね、細い板で、今カービングしてるよっていう人でドラッグ系するようになったら、板を買い替えるか、もしくは、はい、こういったプレートね、ドラッグだけっていうプレートを入れるかっていうのがね、いいんじゃないかなと思います。でドラッグだけはこれ1万円しないんですよね。板買いかけると数万円するじゃないですか。このドラッグだけに関しては1万円せず8800円ぐらいかな、9000円確か切るぐらいで、購入できるので、ぜひですね、板買い替える前にドラッグだけ入れるっていうのもねありかと思います。それだけでもねだいぶ軽減されますの でドラッグだけに関しては、私の、運営しておりますレイトストアの方でね取り扱いしておりますので、ぜひですね動画説明欄の方に、ね、リンク貼っておきます。そちらの方がねチェックしてもらえたらなと思います。はい、それではですね板を実際立てながら滑ってみたいと思います。さっきかかとねスコーンスコーン抜けてましたけど、どうでしょうか、見ててください。はい、行ってみましょう。スタンスの角度は、はい、前足15度、後ろ足0度です。はい、抜けないですよね。はい、もう少し攻めていきます。こんな感じ、こうやって太い板にする、もしくはドラッグだけを入れることによって、このように板を立てても、エッジ抜けなくなります。まあ、体の軸もかなり雪面に近い状態までね、倒していったと思うんですよね。まあ、こういったターンがしたいなと思ったら、やっぱり道具の限界っていうのはね、出てきてしまうので、まあ、ゆくゆくはそのタイミングで太いねカービング用の板、特にこの DCC おすすめですね、買い替えるとか、あとはねそのドラッグだけっていうのを入れて軽減させるってことを、してあげるとね、またワンランク上のねカービングに挑戦できるかなと思いますので、ぜひ、そちらの方もね今後検討してみると、いいんじゃないかなと思います。はい、今回以上となります。長い時間お付き合いいただき本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健一でした。バイそれではここからね深掘り返す行ってみましょう。 SBOS& YouTube メンバーの方限定のレッスンとなりますので、ぜひ上達に生かしていってください。はい、軸は思いっきり倒すんだけど抜けない状態。